皆さんこんばんは、花です。本日は六文銭を散りばめた六文銭こしらえをご紹介します。こちら刀全体にしつこいぐらいに六文銭を散りばめております。鞘から抜いて細かい部分を見ていきましょう。はい、鞘から抜いてみました。まずはこちらですね。柄は赤染めに人剣の黒糸ひねり巻きです。金ですね、こちらは。ここにも六文銭ございます。目抜きは十文字槍と六文銭です。もちろんつばも六文銭つばです。こちらにも六文銭です。刀身はこのように火の入った刀身ですね。こちら鞘は艶やかな黒炉の鞘になっております。下げ尾は真田家由来の真田紐を使用しています。黒炉の鞘が引き締まって非常にいい感じだと思います。もちろん刀身にはこのように六文銭が散りばめてあります。ちょっと注意点があるんですが、こちらの六文銭実は転写のシールになっておりまして、お客様ご自身で取り付けていただく形となります。こちら撮影用ですので、こういった細かい部分ですね、すべて取り付けてはいるんですけれども、お買い求めいただいた段階ではシールのついていないとてもシンプルな素材の状態でお渡しすることとなります。お好みでお付けいただいて、こちらのですね、映像通りに配置するもよし、お好みの部分に付けていただいてもよろしいのではないでしょうか。こちらですね、本日ご紹介の真田幸村六文銭こしらえ黒炉鞘、お値段税込みで17,280円となっております。こちらの刀のご用命はぜひコンクリートまでよろしくお願いいたします。